広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。よろしく、口とらけんちです。よぴっとです。ナナックルです。本日は新しく登場したニーフィア EX を使った対戦動画です。はい、やっていきましょう。はい、ナナップルニーフィア EX のデッキ持ってきたんですけど、スターターセットのデッキとはまた違った形でニーフィア EX を活かせるデッキ組んできました。なるほど。動画の最後にはデッキ解説もありますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではやっていくぞ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょう。お、じゃあ先行もらいます。はい、それではバトル始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。イーブイです。シラーミーです。うん、じゃあ、いきます。ウギアブイ出します。はい。じゃあ、スーパーボール使います。いいっすね。アーキオス、加えていきます。で、まだ触ります。はい。これこれ、ハイパーボール。え、アーキオス、ジュークロッシュ。ハイパーボール、アーキオス、アーキオスだ。これこれ。強いね。まあ、ルギアブイスター持っておこうかな。はい。ギフトエネルギーをシラーミーつけます。はい。これで終わりですね。はい、じゃあ1枚いきます。ガイアシコフィンを使います。はい、リッパとイーブイを出します。で、まだ使います。メソボールを使います。はい、イーブイもう1匹出します。まだ使います。ヨーンクビ出してウルナサイン使います。うん、加えてくるのがペパーです。で、このままペパーを使いますね。はい、ハイパーアロマと森の噴遺石を加えてきます。で、このままハイパーアロマも使っちゃいます。はいはい、進化ポケモン3枚ということで、リーフィアとリーダルとニーフィア EX 加えてきます。強い、盛りだくさん。まだ使います。リーブイなんですが、ブルート進化という特性を持っていて、バトル場にいると最初の自分のマントが出したばかりの場でも進化できちゃうんですよ。これが強いです。そう、なので加えてきたニーフィア EX に進化させます。はい、そしてですね、ポケモン入れ替え使います。なるほど。こっちの EV をバトル場に。うわ。で、また、こっちのブースト進化で、リーフィアに進化します。早いね。はい。学習装置をリーフィア EX につけて、エネルギーをリーフィアにつけます。森の噴石をネオロント V につけます。では、エナジーガーデンを使います。山札から、それぞれ違うタイプの基本エネルギーを3枚まで選んで、自分のポケモンに好きなようにつけられます。水エネルギーと雷エネルギーをニーフィア EX に、超エネルギーを EV につけます。これステラテラスタルのポケモンとめっちゃ相性いいですね。そうなんですよ。しかもね、 EV が高校最初の番からでもね、進化できるのでめちゃくちゃ相性いいです。うん、じゃあ終わります。はい、1枚いきます。ルギア V をルギア V スターに進化させます。はい、では V スターパーアセンブルスター使います。はい、アーキオスを2匹出します。おう、プライマルターボン使います。はい、ここは、ルギア V スターにダブルターボエネルギーを2枚つけちゃおうと思います。うんうん、そして、こちらアーキオスのプライマルターボ。次の番、ニーフィア EX のエンジェライトで、アーキオス2匹がね、山札に戻されそうなんですよ。はい。なんで、技の効果を防いでおきましょう。お、アーキオスにミストエネルギーつけておきます。うまいですね。そして、ミストエネルギー手札からアーキオスにつけます。うん、持ってんのか、ミストエネルギー。はい。チラーミーを逃がします。ルギアブイスターを出します。そしてセレナ使います。はい、ここは下の効果でネオラント V を呼び出します。うわー、スターアルケミー使ってないのに使う予定だったのに。そうなのよ、困りますね。ではこれでストームダイブ、うん、ダブルターボエネルギーが2枚ついてるんで180ダメージですね。はい、気絶します。はい、最後2枚もらいます。うん、いい調子ですね。じゃあニーフィア EX を出します。うん、1枚いきます。リッパーをビーダルに進化します。鉄の包みを出します。うん、では手札1枚で働かない場使います。はい、4枚引きます。赤幕使います。はい、ではこの2枚を選びます。で、こちらを手札に加えてこちらをつけます。はい、雷エネルギーを EV につけます。うん、さっきのね、働く前までめっちゃいいカード引きました。え、信用神殿です。え、これでミストエネルギーがね、無色エネルギー1個分になりますね。いいカードが入ってるじゃあねえか。よし、じゃあワード使いますよ。エンジェライトです。相手のベンチポケモン2匹なんで、そのポケモンとついている全てのカードを山札に戻して切るということで、おや、はい、この1匹
本当に嫌だ。エネルギーつけるの大変になるね。マジ戻ります。いやいいコンボ決めました、はい。プラン大崩れとさせてください。これ気持ちいい。信用神殿やばいな。では1枚いきます。キャプチャーアルマを使います。はい、よいしょ。裏ですね。ネオラント V を加えます。はい、でまだ触ります。ネオラント V をベンチで出してルミナサイン使います。うん、ここは博士の研究ですね。はい、博士の研究を使います。はい、ブラッシュします。これスタジアム引きたいですね。そうなんですよ。うん、まあ引けてないね。お、じゃあルギアブイスター攻撃できないかも。うん、手札からギフトエネルギーをルギアブイスターにつけます。うん、ただ、まあ、信用神殿の影響で今ルギアブイスターには無色エネルギーが3個分ついてるってことになりますね。うん、まあストームダイブでね信用神殿を取らしするっていうのが、まあ、確実に信用神殿をどける方法なんで、うん、まあこれでいいかな。ではこれで終わりです。はい、じゃあ1枚引きます。雷エネルギーを EV につけます。はい、これで働く前は使います。2枚引きます。ハイパーボール使います。ディーフィアとネストボールトラッシュします。これで加えてくるのがサンガースですよ。やべーよ。雷タイプのサンガース、すごい。ルギアフィスターこの人気絶すんだ。これ、ね、弱点も、ね、ついていけるのがねこのデッキの強いところでございます。確かにね。はい、じゃあイーブイをサンガースに進化してます。ではニンフィア EX に出します。そしてサンダースをバトル場に出します。出てきちゃった。よし、ではこれで技を使います。闘志のいかずちで90ダメージなんですけど、相手のバトルポケモンポケモン V なので90ダメージ追加で180ダメージ、弱点で360です。うわすごい。イエーイ、拍手拍手。そしてギフトエネルギーの効果も働かせる。そうですね、信用神殿です。気絶します。はい、最後2枚取ります。え、どうやって勝つんですか。やばそう。大ピンチだ。はい、ラーミバトル場に出して1枚引きます。はい、ベンチにシラーミ出します。はい、ガチグマアカツキ EX も出します。キャッチャーアロマ使います。はい、よいしょ。種ポケモンですね。うん、シラーミを加えてきます。はい、シラーミ出します。うん、博士の研究を使います。はい、ハイパーボール使います。はい、アーケオスとルギアブイスタをトラッシュします。うん、チラチーノ加えてきます。はい、バトル場チラチーノに進化させます。はい、この番はね、まあ、ガチグマアカツキ EX とかにエネルギーをつけて待ちたかったんですが、うん、なんとエネルギー引けず、おー終わりだよ。ラッキーです。じゃあ1枚いきます。ダブルカーブエネルギーをニーフィア EX につけます。うん、仲良しコーヒー使います。 EV を出します。まだ使います。すごい釣り竿を使います。はい、ネオラントビーが雷エネルギーを戻します。ボスの指令でガチグマアカツキ EX を出します。これで働く前場で4枚引きます。この番ボスの指令でネモラントビーを呼び出すでは倒せたんですけど、はい、倒しちゃうとガチグマアカツキ EX に反撃されちゃうかもしれないので、うん、ちょっとここはね先に攻撃していきたいと思います。はい、投手の形で180ダメージです。これね、僕は少ないエネルギーで技が使えるこのポケモンでね戦っていきたかったんですが、うん、ここから弱らされるとねきついんですよね。1枚いきます。じゃあベンチのチラーミをチラチーノに進化させます。はい、ジャビングタワー出します。おフラッシュします。はい、ここはねジェットエネルギーでチラチーノを前に出します。おお、なるほど。で博士の研究を使います。はい、キャッチャーアロマ使います。はい、よいしょ。表アーケオスを加えていきます。はい、ハイパーボール使ってアーケオスとルギアブイスターをフラッシュ。はい、チラチーノを加えていきます。はい、チラーミをチラチーノに進化させます。では、ヒッパタク、30ダメージ。30ダメージ。まあ、ただね、サンダースじゃ、このチラチーノは倒されませんから、うん、そうですね。一旦耐えたい。じゃあ1枚引きます。ではですね、この番もボスの指令を使って、ガチグマアカツキ EX、読みます。マジか。ちょっとね、厚めにボスの指令を入れてます。では、サンダースを逃がします。はい。で、ニーフィア EX をバトル場に出します。いや、マジカルチャームでダブルターボエネルギーがついてるので140ダメージ。はい、ではガチグマアカツキ EX が気絶。はい、2枚取ります。チラチーノかな、まあ、チラチーノですね。出します。1枚ギフトエネルギーをチラチーノにつけます。はい、これスペシャルコロコロで140ダメージ。はい、1枚引きます。ダ
あ、ニーフィア EX に生かします。はい、サンダースをバトル場に出します。お、さっきね、サイドから取ってきたんですよ、バスの指令で。あら、レオラント V を呼び出します。なるほど、わかりました。では、投手の2番打ちで180、弱点で360です。うん、ここもサイドを2枚取られてしまった。はい、取りました、はい、サイド取り切って7プロ勝利です。うん、すごい、キーウェイと進化系のみんなが大活躍でした。強かったな。エンジェライトどうでした？いや、やだよ。いや、もうエンジェライトをケアしたつもりだったんですよ、ミントエネルギーをつけてね、信用神殿までやられちゃったと。しっかり、ねはい、入れてました。強かったです。じゃあ、デッキ解説お願いします。はい、こちらがナナプルが使ったニンフィア EX デッキです。ニンフィア EX はエンジェライトがすごく強くてですね、今の試合のアーケオスみたいな相手のデッキの軸となるポケモンとか準備するのが大変な未進化ポケモンを山札に戻せればバトルのペースを握ることができます。山札に戻したいポケモンが相手のバトル場にいるときは鉄の包みの特性ハイパーブロワーで溶かしちゃいましょう。こういった動きを叶えるために EV の特性ブースト進化を生かして高校最初の番にリーフィアに進化してエナジーガーデンでエネルギーをつけていけるとエンジェライトが使いやすいです。そしてマジカルチャームも相手の技のダメージを減らせるので倒されづらいのも魅力です。他にも EV から進化するポケモンとしてサンダースも入れているのでピジョット EX なども弱点をついて倒せるのもポイント。可愛くて強いデッキなので EV 好きの皆さんぜひ使ってみてください。2人が使ったデッキのデッキレシピは説明欄にありますのでぜひチェックしてみてください。はい、今日の対戦面白かった方は高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。それではさん、また次回、バイバイ。